晩でございます。今日の予定では今の時間はここいっぱいにする予定だったんだが、あいにく大体6割ぐらいですかね。今のところざっと受付の様子を見ますと603室というところだと思います。まあ、司会からも報告ありましたが、車がつながっているようでありまして、だんだん浮いてくると思います。まあ、ぜひなんだあんなずっとしか集まんなかったんじゃねえか、こういうそしりを受けられても仕方がないんですけども、実はこのみんなの党の立ち上げは3月17日の晩、商工会議所の採決場で、まあ、約80名の党員の皆様に集まっていただきまして、小さく産んで大きく育てよう、子育ての鉄則だ、これでいきましょうということで、今日は何でもかんでもこのあふれんばかりのとこで、代表に、日本このままでいいのかという心配した人がみんな来てるんだと思うんですね。まあ、みんなの党、大変皆さん期待をしておるんでありますが、今の情勢では、政権交代をしまして、民主党に大いに期待を持って政変をしたんだと思います。しかし言ったこととやってることが、まあ、全く正反対だと、こういう心配で、ああ民主党もダメか、まあ、自民党ダメだと思って民主党にどっか行ったんだが、民主党もダメか、まあ、これ、平気物語は祇園精舎の鐘の声というんで始まるんだそうでありますが、平成の平気物語では民主の危機の鐘の声、さら掃除の花の色、諸行無常の引きあり、裏権力の断りを表す、小沢一郎、真夏の夢のもとき、竹木者もついには滅びるとというような何かの記事で読みました。まあ、そういう世の中で、今日お集まりの皆さんは、本当にこのままの日本でいいのか、という心配の持ち主ばかりだと思います。まあ、立ち上げの時にも、新聞の記者さんから質問をいただきました。案外高齢者ばっかりだねと、こういうふうに言われたんですよ。だから高齢者っていうのは65歳以上の人を言うんだよ。そしたら、そうじゃないですかって言うから、まあそれはその通りだが、このままでいいのかと本当に心配している年代は60、70代の次の世代に渡す人たちが心配しているんだろうと思うんです。だから真に日本を愛し、日本国民を愛する人の集まりだ、こう思うんですが、皆さんいかがでしょうか。大変な大切なことだと思います。まあ、渡辺代表の引退にも、このままでいいのか日本、日本再生の処方箋をこれからお授けをいたしますということであります。どうぞ話をゆっくり聞いていただきまして、お帰りの際は入ったところのテーブルに入党申込書を用意していますから、理事員がそこで待ってます。どうか大枚2000円ですけども、党員になってお帰りいただきたいと、このようにお願いをいたしますが、お願いを聞いていただけますかね。どうぞよろしくお願いいたします。まあ、お願いついでに恐縮です。みんなの党の推薦ということはないんですけども、隣の日光市で今日市長選挙がある。それで、まあ、渡辺代表も7日の日に行って、で、まあ、頑張れよやってきたのが現職の斉藤文夫さん、私も代理で事務所開きと決起大会に行ってこい、こういうんで行ってまいりました。そんな因果関係ありまして、日光と鹿沼縁組みしてるのが結構多いんですよね。だからお集まりの皆さんの中で、今から十分間に合うんです、明日投票ですから、電話一本でお願いをしていただければ、斉藤市長再選が可能と判断をしておりますので、ぜひこれも合わせてお願いです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいただきたいです。
みんなのと大きく立ち上げるのは皆さんの応援の力次第であります。みんなの党の主義主張はもう大きくは第一からこれから説明があると思いますが、脱炭素、地域資源、国民重視の政治、これは誰も反論することがないと思います。その指示にのっとって我々鹿沼支部は一致結束をして大道の言うことを白いもの黒いと言われてもついてまいります。どうか代表、いい指導をしてやってください。で、いい日本にしてください。それをお願いながら皆さんにこれからもしっしと足を運んで皆さんのお宅にも参上いたします。大きく育つようにぜひご協力のほどお願いを申し上げまして、お願いばかりの挨拶で恐縮ですが、まあ拙い見学したい、そして加えて高齢者、75歳で後期高齢者なんですよ。だからもういらないという年なんだが、俺がやらなきゃ誰がやるといううのぼれた気持ちもございます。一生懸命頑張りますから、ぜひご協力のほどお願いいたします。ありがとうございます。